And I started this company by myself about 17 years ago. Yes, started dancing. At first, I sold the kanji Japanese character T-shirts. And then, after 4 years, I started to sell this traditional products, maikake. Now I met the people who manufacture this for 1,000 years. They are at that time they are almost 80 years, 70 or 80 years old, and they told me they will quit to manufacture because they are old enough. ほとんどその需要もなくなってたので、その時は、前掛け、T シャツやってた時にこういうものは面白いなと思って探し始めたんですけど、見つからなかった。約1年ぐらい見つからなかった。いろんな人に聞いてて、一人の京都で染め物屋をやってる友達がここでやってるよって教えてくれたんですよ。そうですね。なんで大体もう120から135ぐらいで多分こう飛んでるはずなので、まあ、マックスが140で設定し、回転は設定してるっていうだけなんで。は、もう電子制御何にも一つもなくて、モーター一つでも回るわけです。で、各部分でも糸が割ったりなんかして、安全装置はついとって止まったりなんかするのは全部、まあ、昔からのからくり、日本伝統的なからくりを応用して、止まるようになった。一番大きい理由は、これは可能性があると思ったことと、誰もやる人がいなくなると言ってたから。そう、彼らは辞めるって言ってたけど、僕は、まあ、さっきの通り、そこに海外も含めて大きなチャンスを感じたというところですね。さっき言ったように、その例えばギフトだったり、そうやってお金を出してとか、自分が好きなデザインで作れたりとか、そういうようなお金を出してでも買いたいぐらいの魅力があれば、これはもういろんな人に知ってもらえると、そういうこう、何百年も続いてきた実用性はあるのでっていうところですね。一つはやっぱり時代の変化を全然彼らは読んでなかった。例えばインターネットでいろんなところに売れるとか、そういうことが一つですね。This is a way of tie 着物スタイル。ああ、でももっとすごい、シンプルで、やっぱりたまたま日本というところで何百年も続いてきているこういういいものというか、機能性も含めて、あとデザインスタイルというか、そういうスタイルも含めて、いいものなので、本当にこうたくさんの人に知ってもらいたいというのが最初です。国がどうこうっていうよりは。カルチャーもあるけど、その前にやっぱり人と人との、その信頼関係みたいなものがあって、じゃあお互いのそのカルチャーを理解してっていうところ、順番としては、そういうところはすごく説明しますよね。で、あとは分かりやすくいいのは、工場の映像を見せて、作る工程ね、見てもらったりとかっていうのは、特に力を入れてますね。いや、でもそれは商品としては売りますけどね。でもデザイナーさんと組んでこういうふうに、やるという時には簡単には絶対やらない。この糸の入荷が、日本の大阪と鹿児島。So they purchase a thread from Osaka or Kagoshima. その前を、まあ、海外から来るんですか？綿はね、日本で綿は栽培してないもんだから、世界中から綿は輸入して、で、日本の紡績で糸を作って、我が社に入ってくるということですね。So, cotton itself are usually imported, but they made thread, cotton thread from the cotton puff. で、まあ、こっちがよ、横糸、この横糸になります This is a vertical thread. これ、セブンナンバー。Number seven, yes. で、こっち、Thread number seven. 縦糸。Sorry. This is a horizontal thread, and this is a vertical thread. で、糸の特徴ってさっき西村さん説明してましたよね。太さが違うと合わせるっていうのは。ツイストするツイストね。これは10S という当番っていうんだけど、それを、ダボっていうの、
ツイス。はい、2本を、こう、ね、寄って、で、まあ、ここの特徴として、1本端子っていうんですけど、はい、端子は左巻きなんですよ。はい、で、それとそれを合わせて、今度右寄りにすることで、硬い糸じゃなくて、左に寄ったものが軽くほどけながら、一本の糸になるんで、それで、あの柔らかい風合いになるんですよ。これは、もう2本寄ってある糸。そう、2本寄ってある糸。こっちも2本寄ってある。こっちは1本です。Okay. So usually, you can imagine thread is just one thread. This one is a one thread, and this one is combined with two threads, different size of the thickness of the thread are twisting together and become thicker and a bit softer. And in this factory, you're using a type of thread. Once you twist the thread, usually it's raw twisting from right to left. 左です。And then you twist again this right to left twisted one. It's become right to left to light. It's a bit complicated. 要は、okay. 要するに、柔らかくて、前掛けですから、硬くなら。一つはやっぱりエドウィンがこの日本の僕らの事情なりをすごく理解してスーパーママでプレゼンテーションしてくれてる。のが分かるのですごくその辺は安心してます。最初はやっぱり日本の経済産業省関東局さんとの信頼関係っていうか、うん、もう古くからの僕は自分で起業したんですけどその頃からサポートしてくれてるのでそこが説明してくれたのでぜひやりたいなと思いました。でもう一つは僕らは自分たちでアメリカとあとイギリス・ロンドンには、展示会に出してますですけどシンガポールはじめアジアの国々には全く今までトライしたことがなかったのですごく魅力的に感じました。デビットのデザイン気に入ったのはねやっぱりそのシンガポールだったりインドネシアの文化歴史そういうものが入ってる、はい、そのプラナガンだったりそういう細かい歴史は僕自身はあまり知らないけどデビットがそういう説明を書いてくれてたので、理解したのとデザインからもそういうのがよく分かったので。ノーマリー、そうですね。一般的にはもう本当に日本の企業だったりのロゴマークだったりそういうものを入れるのが一般的なのでデビットのは 色もね大体一色使いなんですよね。なのでその色がたくさんとかっていうのももうすごく僕らとしては珍しいです。はい。